どうも、遠藤さとしです。今日のビデオブログではあるウェブのゲームをご紹介したいと思います。このゲームなんですけども、テレビで紹介されて話題になってるようです。僕も知り合いの人から教えてもらったんですが、そのゲームは、Google の検索で QWOP と検索すると出てくるゲームなんですけれども、これがですね、なんでそんな話題になってるかっていうと、めちゃめちゃ難しい。どういうゲームかと簡単に言うと、 QWOP、 この4つのキーボードのキーをですね使って走るゲームですね。キャラクターを走らせる、この QWOP がそれぞれですね足の動きになってるわけです。でそれで走らせるというゲームなんですけども、これが尋常じゃないぐらい難しいんですね。でもほんとゴールスタートってなるんですけど、ちょっとやってみただくとですね、もう笑っちゃうぐらい面白いんですけど、足の動きをこうちゃんとこううまくタイミング合わせてやらないと、こう走れないっていうか、もう前に進むことすらできないっていうですね、鬼みたいに難しいゲームということで今話題になってます。ぜひですね、僕もやってみたんですけど、本当に難しい上に、その難しさがですね、なんて言ったらいいのかな、キャラクター転んじゃったりするんですけど、それがですね、もう間抜けというか面白くてですね、ハマるんじゃないかなと思います。かなり難しいですので、ぜひですね、興味ある方は QWOP と、検索をして出てくるウェブ上で遊べるゲームですので、それぜひですね遊んでみていただけたらなと思います。というわけで今日はそのゲームをご紹介していただきました。それではまた。